皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。 Twitter、Instagram も登録しましたので皆さんフォローの方お待ちしております。あ、今仕事中なんですが速報入りましたね。いや本当にこれみんなが興味を持つ速報です。速報中の速報です。うるさいってね。はい、すいません。はい、ってことで、はい、もうちょうどもうさっきですよ、さっき TV プロモーション伊藤雅之代表の TV プロモーション発表しました。なんとジョン・リール・カシメロ複数試合 TV プロモーションと契約しました。おお、これは熱いです。熱い速報です。いやー、伊藤代表面白い試合組んでくださいね。いやー、これ本当にねみんな興味あるんじゃないですか、カシメロ。いや、 TV プロモーションの興行って言えば4月ですよね、確か。4月にもういろんなウズベキスタンの選手とか、あとウシクのスパリングパートナーでしたっけ、まあ、さまざまな選手を集めてますよね。まあ今一番勢いに乗ってる時ですかね。これ誰が金を出してるかですよね。まあその出資者が、まあ、潰れない限りは当分これなかなか上っていきそうですね、このプロモーションは。カシメロ誰とやるのか、いやー、これは誰ですかね。本当にしょうもない選手とやらないでほしいですね。もう日本人選手誰でしょうか。スーパーバンタム級で日本人選手、千葉海選手は確か試合もう決まってますよね、チャンピオンカーニバルでした。誰が思いつきますかね、 TV プロモーションに出そうな選手ですよね。これ非常に面白くなります。皆さんコメントの方にこれカシメロと誰がやりそうか、まあ日本人だとしたらちょっとコメントお願いします。誰かいますかね、今スーパーバンタムで。ちょっと分かりませんね。皆さんちょっと予想の方お願いします。そして今カシメロは確か WBC8 位ですよね、ランキングが。まあ誰であろうと勝てば、まあ、ちょっとずつは上がっていくんですよね、ランキングの方が。まあ、カシメロは、まあ、今対戦相手が見つからない状況ですね。まあ一時はルイス・ネリとの試合が組まれそうになりましたが、ルイス・ネリがネリ側が断ったということですね。なのでカシメロと誰がやるのか。いや、 TV プロモーションの次4月またパラダイスシティホテルカジノリゾートですね、ここで興行を行うそうです。いや、これもまた新しい、ね、面白い興行が出てきましたね。いや、今最高プロモーションとかこういう TV プロモーションとか、まあ大橋興行フェニックスバトル、まあその辺もすごい盛り上がってきましたね。これ日本のもう老舗のダイナミックグローブなんかはちょっともうこれ頑張んないといけませんよ。もう今日テレジータスでやってるっていうのもちょっと時代遅れかと思います。もっと最先端を行かないとダメですね。まあ今もうネット中継が主流です。まあこの辺も切り替えていかないとなかなか置いてかれちゃいますよね。はい、ということで速報でした。皆さん続報の方楽しみに待ちましょう。これ聞いてくれた方チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。